はい、どうもナチョです。今日エビノはですね、ものすごい天気良くって青空が広がってます。ただ寒いですねここガレージで日が当たらないんで特に寒いんですけど、ナミちゃんは外で、なんか柚子を収穫してます僕は、このガレージで、今日ちょっと、この前言ってた壁をですね、やってしまおうかなと思ってます。こっちに、家の中に入っていくドアがあるんですけど、そこに入る、両面の壁を先にやって、でここの上の部分の、壁を、同じように板を張っていこうかなと。まずだから下地をこういつものように張って、その上にこう、板を、まあ、並べていくという感じですね。ちょっとどんぐらい時間かかるかわかんないですけど、やってみたいと思います。じゃあやっていきます。ここの部分ですね、ここをまず貼って、で次こっちを貼るって感じ。ここの部分がねちょっと厄介なのが、ドアがこうやって開くんですけど、ここがもうほんとギリギリなんですね。なのでいつものように下地を置いて板を貼ると、もうここに完全に突っかえてしまってドアが開け閉めできなくなるんで、もうここには、下地をこう置いて、もうそこを表面にしようかなと。で何枚かずらしてそこからこう貼っていくみたいな、ちょっと変なことしなきゃいけないんですけど、まあ、これも構造上しょうがないんで、ただ白いのが見えるのが嫌なんで、それをとりあえず、まあ、のじ板の色にするっていうだけで、だからちょっと変な感じになります、まあ、ちょっとやってみます。雑誌の取材が3時間ぐらいあったんで中断してたんですけど、今から続きの壁張りをやっていきたいと思います。
よっしゃこんな感じ。ここね、こういう感じにしたんですよ。この扉がこうなって当たらないところでギリギリのところにこうなってやったんで、こういう作りになりました。ちょっとかっこ悪いけどもしょうがねえ。ここが角立ってるんで、ちょっとカンナで削ろうかなと思います。このちっちゃいあのホビーカンナっていうやつがあるんで、これでやっていきたいと思います。はい、とりあえずここはまあこんな感じでいいかなと思います。今度は、こっちをやっていきますが、ちょっともう時間が遅くなったんで今日はこれで終わってきます。はい、じゃあここやっていきます。よっしゃ、終わったー。できた。しんどい。はい、やっとできました。こっち側の壁との上の部分、こっから続きでこんな感じ。うん、だいぶ白の部分がなくなって気になってきました。あとこっちだけかな。うん、こっちがまだちょっと白の部分が残ってますね。あとここの縦、ここがねどうしても125ぐらい幅があって合う板がないので、そのうち貼ります。もうここ長さ測って簡単にちゃちゃっとできそうなんで、そのうちやっときます。はい、なんとか昨日と今日で、ここに見えてた白い部分、壁ですね、板を張ることができました。まあまあまあ、いいんじゃないでしょうか。統一感があって、こっち半分はもう完全に
木の壁になったんで、雰囲気すごく良くなりました。あと、まあ、向こうの方さっき見せましたけど、白い部分は、同じようにやっていきたいと思います。でもそれはもうちょっと多分、後の方になると思いますけど、まずはここの壁ができたんで看板の下あたりに、収納をつけたいなと思ってます。ここにこのガラスのサッシのところ、ここは以前、多分お米を保管してたのかな。で、今は、僕が以前雑貨屋をやってた時の在庫が保管されてるんですけど、ここをちょっと有効に使いたいなと思ってるんで、それらの収納を考えつつ、この壁の、棚とかのレイアウトを考えたいなと。まあ、時間を見つけて、そのうちやっていこうかなと思ってます。ではお疲れ様でした。今日弟がちょっと泊まりに来てて、で、まあ、ガレージがここまでできたんでちょっとお祝いしようということで、今からここで、まあ、3人で七輪囲んで、焼肉したいと思います。準備していきます。はい、薪ストーブから置き火を持ってきました。うなまの備長炭、消し炭ですけど入れます。ちょっとせっかくなんで火鉢もちょっと使ってみます。薪ストーブで火つけた。そう、同じように。はい、これうなまの備長炭のね、もうすごい綺麗や。おお、あったか。あったかいね。すげえわ。これ火鉢いいわ。いいな。ああ、やっぱりね。わからん。これが。あれ一発やった。そう、これがね、どこからもらった。うわ、超高級。めっちゃいいやん。めちゃくちゃいいやん。そう、超高級火鉢にがあるけど、火鉢が。火鉢やな、これ。そうそう、それ使おうか。はい、頑張れ。いいね。あれ、いつ頃やったっけ。夏、うん、夏やったっけ。あれ外でやったからな。鹿肉か獅子肉か。そうそう、あー、そう、外で獅子肉や。外でビール飲んだから、あの獅子肉を前外で、焚き火しながら食べるみたいな動画を撮ったことがあったんですけど、あの時に備長炭を友達にもらったって言って、そしたらこの前の日曜日の、所さん の、 ポツンと一軒家っていう、番組があるんですけど、それにその幼馴染が登場したんですね。結構長い間取材が来てたみたいで、その炭焼きの様子とか、その、まあ、炭焼き場の、まあ、家族で出演だったんで、その家族の話とかっていうのをテレビでやってました。それもあったんで、今日ちょっとその備長炭使おうぜっていうことになって焼肉を作ることになったんですけど、その友達から数日後に僕のところに電話があって、お前の家は隣近所に家があるのかと、
なんか番組に僕の家を紹介しようとしたらしいですけど、ポツンとじゃないな普通にお隣さんがいるし、うちはそんな田舎じゃねえということで、まあ、断りましたけど、まあでもエビのやつあるよね、ポツンと一軒やったら多分ね、うん、いそうやな、うん、まあこの辺やったら多分ポツンと一軒あると思うんですけど、興味があったらインターネットで多分まだやってると思うんで、ぜひ見てみてください。